音楽、小説、音楽、音楽は、三島由紀夫の長編小説。精神分析の、私が、不感症に悩む、ある女性患者の治療を通して、彼女の真相心理の謎を探っていく物語。サスペンス風の娯楽的な趣きの中、精神分析という学問、世界観に対する疑問を提示ながら、理論だけでは割り切れない、人間性の謎や、人間精神の不条理さ。 生の諸奏を描き出そうとした作品である。1964年、昭和39年、雑誌、婦人公論1月号から12月号に連載され、翌年1965年、昭和40年2月20日に、中央公論社より単行本刊行された。文庫版は、新潮文庫で刊行されている。翻訳版はイタリア、イダイ、ムジカ、スペイン、 西大、ムジカ、中国、中大、音楽で行われている。1972年、昭和47年11月11日に、黒沢範子主演で映画化された。三島幸夫は、音楽の主題に関連して、以下のように述べている。また、音楽のタイトルの意味については、人間の生命力の完全な調和が醸し出す音楽、だとしている。ある秋の日、 日比谷で診療所を開いている精神分析医、塩見和順のもとに24、五歳の美しい女性患者、弓川玲子が訪れた。玲子は、食欲不振、大きい、軽い顔面チックと音楽が聞こえないという症状を訴えていた。問診によると、彼女の実家は、甲府市だが、親が、言い名付けと決めたまたいとこから無理やりに処女を奪われ、彼を嫌って、 S 女子大卒業後も帰郷せずに、東京で某会社の事務員に就職し一人暮らしをしていた。現在は、同じ会社で知り合った恋人、江上隆一がいるという。後日、再び診察に訪れた玲子は、音楽が聞こえないというのは、工場との性行為で、俺がスムスを感じないという意味だと打ち明けた。工場を愛しているにもかかわらず、それによって、 彼から再疑心を持たれ出し、愛想をつかされるのではないかと悩んでいたのだった。玲子は診察を受けながらも時折、潮見一子に手紙を書き、子供の頃の記憶や心理的な夢に出てくるハサミの総話を送った。それは虚実入り混じったものだった。また、玲子は恋人、工場にわざと見られるように、潮見との中を勘違いさせるような嘘の日記をつけたりして困らせていたが、 やがて徐々に本当の自分のドラウマを潮見に語り出した。玲子には大好きな十歳上の美男子の兄がいたが、少女の頃にその兄に一度愛イされたことや、小戦郷の宿で兄とおばとの性行為を見てしまったことを話した。その後、兄はおばとの関係が親や世間に露呈してしまい失踪してしまったのだという。玲子の分析が確信に入ってきた矢先の冬のある日。 突然彼女が診察に来なくなった。玲子は、甲府にいる、いい,い名付けのまたいとこが、肝臓癌で既得となり、憎んでいた男にもかかわらず、看病に飛んでいったのだった。そして、玲子の報告の手紙によると、病人となったまたいとこへの献身的な看護の末、聖女のような気持ちになった彼女は、貧しの彼の手を握りながら、音楽を聴いたのだという。その後、 一旦玲子は帰郷し、潮見の診療所を訪ねた後、伊豆南端の S 市に一人旅に出かけ、旅先から潮見に手紙を送った。玲子は観光ホテルで不能に悩む青年、花井と知り合った。数ヶ月後、再び診察室を訪ねた玲子は、症状が再発し、ヒステリー状態だった。玲子は、しばらく、花井と麹町のホテルに二人で住んでいたことや、 花井の不能が治ると玲子は彼を嫌悪し、自由を与えるふりをして、彼から逃げ出して、追われていることを話した。しかし、その前に塩見を訪ねてやってきた、花井の様子から、その話が嘘だと感じた塩見は、玲子の心理に深く根ざしている、兄の影響を鑑みて、彼女が失踪していた兄に会ったのではないかという、当ずっぽうの質問をしてみた。図しを言われた玲子は驚愕し、 本当のことを語り出した。実は玲子は、工場と知り合う前に、失踪していた兄に会っていたのだった。彼女が女子大の寄宿舎で暮らしていた時に、兄が訪ねてきたのだった。兄は昔とすっかり代わり役座っぽい風体になり、アンアパートに酒場の女と暮らしていた。玲子を妹だと信じず嫉妬したその女は、酔って兄と口論となり、玲子が、 本当の妹か証明するために、目の前で二人で寝てみろという挑発した。さっきだつ女との口喧嘩の末、兄は、突然、玲子に接吻し襲いかかった。玲子は驚愕するが、この屈辱と恐怖の行為の中にも兄のある切実な、優しさを感じ取り、少女の時に兄に愛撫された時のような甘い快感を見出した。女は、目の前の二人が、 本当の兄弟だと直感し、行為を止めさせようとした時はもう遅かった。玲子はいよいよ兄が襲ってきたら、そばにあったハサミで兄を刺し殺そうとハサミを枕の下に隠したが、それを彼女は手から離してしまい、使わなかった。それ以来、ハサミは玲子にとって地獄に身を委ねた、ハレンチな自分の両親を脅かす象徴となっていたのだった。 その後、兄と女はアパートから引っ越してしまっていた。塩見は玲子を治すために、荒領事に出ることにしかないと思った。それは、玲子の兄を探し出し、工場と自分の立ち合いのもと二人を対決させることだった。彼の住所もわからないまま過ごす中、ある日、テレビに、三夜の土屋街の特集番組に、兄が映っているのを玲子が発見した。塩見と看護婦。 工場と玲子の四人は、浅草山野外の都電停留所と涙橋の停留所との左右にまたがる山野行き、玲子の兄を見つけた。兄は背中に赤ん坊をおんぶし、コップ酒を飲み青白くみすぼらしくなっていた。兄は妻を外傷に立たせて暮らしていたのだった。狭い二畳の部屋で、玲子はじっと兄の子を見つめ、突然と、かわいそうに、かわいそうに、と赤ん坊の方に、 自分の方をすりつけた。玲子の真相心理の中には、兄の子供を産みたいという願望が救っていたのだった。それは、兄自身を自分の母体へ迎え入れるために、その母体を開けておくという願望を意味していた。玲子は兄以外の男の子供を妊娠する恐怖から、不干渉となり、無限在の母体を信じるに至っていたのだった。そして、玲子は、赤ちゃんのお母さんというところを、 赤ちゃんの妹さんと言い間違えたことで、自分自身の中の無意識に気づいたのだった。兄の子が、すでにいることを見た玲子は、その後、工場と結婚した。半年後、工場から仕様見に、音楽を凝るという伝報があった。音楽は、娯楽的な趣向で、三島由紀夫の主要作品ではないため、本格的な論考はほとんどなされていないが、 1960年代の人口千万の大都会東京を舞台とした都市小説として位置づけられ、神経症患者の増加という社会システムの歪みに対して鋭敏に反応していた当時の三党が時代に抱いていたニヒリズムや絶望感の一端が垣間見えるものでもある。小笠原賢治は三島が同時期に発表していた2.26事件三部作、夕国、英霊のせい。 10日の聞くなどと合わせた総合的な論求の必要性を指摘している。渋沢達彦は音楽を、あたかも推理小説のごときサスペンスを持たせて、一女性の真相心理に潜む恐ろしい人間性の謎が、ついに白日の下に暴き出されるまでの過程がじっくり、描かれてるエンターテインメントとして上出来の作品だと評し、冷静な合理主義者の分析が、 巨源癖のある美貌の患者に図らずも惹かれる様は、名探偵が犯人の女性に引きつけられていくのと似ており、そこに作品の膨らみが増している菌があるとしながら、以下のように作品解説している。松本徹は、精神分析学の徹底した否定論者であった三島が、音楽では逆にそれを利用し、性の諸相を展開させているとし、近親相関への恐怖は、 三島の声援を考察する上で重要であるた、その意味でも見逃せない作品だと解説している。音楽、行動者日本 ATG1972 年、昭和47年11月11日風切り。カラースタンダード1時間43分。成人映画指定、映林番号17336。ジャックは、わいせつか神聖な愛の儀式か。 女の性と心理の信号をえぐる衝撃作である。1972年度のキネマ旬報ベスト10では、県外の第28位となった。映画化した理由について、監督の増村康三は、この小説が愛とセックスを見つめる新しい視点と、角度を与えてくれると考えたからだとし、その新しい視点とは、セックスを歴史的に捉えることであるとしている。そして、 増村は、その切り口として、原作の中心主題である、主人公と兄との、近親相関的な愛に着目して演出した。なお、これ以前に、小説、音楽は、三島存命中の1965年、昭和40年に、中村昇監督により、小畜で映画化されることになっていた。主演は、岩下島で、撮影も、成島東一郎に決まり、彼ら二人と、 中村監督は、三島と打ち合わせをし、三島邸にて、シナリオまで発表されて、音楽担当も、竹光徹に決まっていたが、映画化の実現はされなかった。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。